あけみさん、確定申告の時期が近づいているけど、青色申告決算書の書き方ってわかる？勘定科目がややこしくて少し自信ないかも。科目が多いから、初めての青色申告では悩む項目が多いかもしれないね。今回は、青色申告決算書の勘定科目について解説するね。5分でわかるバックオフィス。青色申告と青色決算書とは、確定申告には大きく分けて青色申告と白色申告の2種類の申告方法があるよ。青色申告は白色申告と比べると手続きが煩雑だけど、最高65万円の青色申告特別控除など税制面のメリットが大きい申告方法だよ。赤字を繰り越せたり、青色事業専従者給与を必要経費にできたり、いろいろとメリットがあるね。青色申告決算書とは、青色申告で確定申告を行うときに必要な書類だよ。一般用、不動産所得用、農業所得用、現金主義用の4種類があって、個人事業主の確定申告では一般用を使うよ。1から3枚目は損益計算書と明細、4枚目は貸借対照表で構成されているんだ。青色申告決算書の勘定科目、売上、収入金額、売上原価。今回は一般用の青色申告決算書を例に、損益計算書の勘定科目と各項目の記入内容を見ていこう。まずは売上や原価に関わる科目を紹介するよ。1の売上金額には1年間の総収入を記入するよ。2の機種商品棚卸高は機種時点の在庫。3の仕入れ金額には1年間の仕入れ金額の合計を記入しよう。5の期末商品棚卸高は期末時点での在庫のこと。商品棚卸高とは前期に売れ残った在庫のことだよ。当期の期末商品棚卸高が来期の機種商品棚卸高になるんだ。青色申告決算書の勘定科目、経費。次に経費に関する項目を見ていこう。8の租税効果は国や地方に納める税金と公共団体へ納める会費や罰金のこと。個人事業主自身に課せられた所得税や相続税、住民税、交通違反金などは経費として計上できないよ。9の荷造り運賃は梱包に使った段ボールやテープの費用も計上できるけど、未使用分は計上できない点に注意が必要。10の水道光熱費や通信費は事業に利用した分のみを計上しなければならない。自宅を事務所として使用している場合や、プライベート用と事業用で携帯電話を兼用している場合などは案分が必要だよ。17の消耗品費は白色申告の場合10万円未満のものが該当するけど、青色申告の場合は申告書に一定事項を記載すれば30万円未満まで計上できるよ。例えば30万円未満のパソコンを買ったら必ず一括で経費計上しなきゃいけないの？一括で経費計上するか、固定資産として減価償却するかは自分で判断できるんだ。利益と照らし合わせて決められるから、これも青色申告のメリットの一つと言えるね。20の給料賃金は家族以外の従業員の給与を計上するよ。ただし家族でも事前に青色事業専従者として届け出をしていれば、支払った給料を経費に計上できるんだ。青色申告決算書の勘定科目、各種引当金、準備金。最後に各種引当金、準備金の項目を確認しよう。34の貸し倒れ引当金とは、貸し倒れに備えて事前に予測して準備しておくお金のことで、経費として計上できるんだ。38の専従者給与はさっきも話に出てきたよね。そうだね。家族を青色事業専従者にするにはいくつかの要件があるから事前に確認しておこう。青色申告決算書の注意点とは、経費のところにはいくつか空欄があるけど、これは何に使うの？空欄部分は自分で自由に勘定科目を追加できるんだ。ただむやみに勘定科目を増やすと経費の動きを把握しにくくなってしまうから、事業内容に合わせてルールを決めて設定することをおすすめするよ。勘定科目の書き方は大体わかったよ。でももしも勘定科目を間違えて入力してしまったらどうしたらいいかな？小さなミスであれば大きな問題にはならないよ。
ただし、所得税額や業績判断に関係する勘定科目は影響が大きいから、間違えないように慎重に入力しよう。確定申告ソフトなら、青色申告決算書の作成が簡単。マネーフォワードクラウド確定申告なら、青色申告決算書をはじめ確定申告の必要書類を自動作成できるよ。電子帳簿保存法の保存要件を満たした機能を提供しているから、65万円の青色申告特別控除を受けられるね。簡単に確定申告の必要書類が作れて、青色申告特別控除も受けられて、メリットがたくさんあるから上手に活用していきたいね。今日のまとめです。ご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいねと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いします。チャンネル登録横のベルマークをクリックすると通知が受け取れます。見逃さないようにオンにしておいてくださいね。それでは次回もお楽しみに。バイバイ。